紋別グランシャリオナイターメイン12レースを迎えました。 JBC 協会協賛アドマイザーズ賞 JRA 認定第10回札幌クラシックカップ H3 です。今年から距離を1200メートルに戻しまして、ネクストスター紋別への一つの登竜門的な存在にもなっていきます。向こう上面の左手メンバーは12頭、11番のコスモタラゴンがゲートの後ろです。1200メートル線外回りです。コスモタラゴンがゲートの後ろで最後の枠入りとなりそうです。ゆっくりと歩を進めます。ババコンディションは寮の紋別競馬場、枠入り終わってスタートしました。揃いました。いや1番のクリスタライズ後方です。ちょっと下げたのが7番のタントゥームです。先行争い5番のオスカーブレイン好スタートを切りました。1馬身半のリード、11番コスモタラゴン単独2番手、3番手のうちに4番のリコーシャーマン、外6番の北山彦星、牛から盛り返して1番のクリスタライズ、直後に12番のマイベネラブル先行集団。ここまであとは1馬身差、3番の開口が行っています。この外に10番のレリッシュ、さらには1馬身半遅れて9番のダバイエスペランサ、後ろの3頭ですが8番のジャティルビー、後ろから3頭目、前は第3コーナーのカーブ、内々から2番のジャズダンス、1頭かわしていったのが7番のタントゥーム、先頭からおしまいまでは15馬身ぐらい、少し縦長です。引っ張っている5番のオスカーブレイン、リードは1馬身半から2馬身です。3馬身突き放して第4コーナーのカーブ、11番コスモタラゴン単独2番手で4脚を通過、3番手の集団から押し上げていこうというところ、第4コーナーカーブ、しかしちょっと逃げていたオスカーブレインが外によれてしまいました。さあこの間髪をついて内をついて伸びてくるか、しかしオスカーブレインまた伸びた。オスカーブレインが先頭、リードは2馬身から3馬身、2脚を通過、11番コスモタラゴン追ってくるのは3番の開口、さらに大外から追い込んでくる8番のジャティルビーですが、先頭は突き放しているオスカーブレイン、3馬身から4馬身のリード、オスカーブレイン阿部隆騎士だ、ゴールイン。2番手はどうか、8番のジャティルビーと内3番開口の争い、勝ったのは5番オスカーブレイン。スピードを見せつけて4コーナーカーブの後は少し外出しの方に向かっていったんですが、立て直してまたそのスピードを生かしました。2着争いというところが2頭です。外8番のジャティルウィ、内3番の開口、この争いです。しかし最後はリード4馬身から5馬身と突き放した5番のオスカーブレイン、鞍上は阿部隆騎手、父はダノンレジェンド、母オスカークイーン、その父シニスターミニスターという血統です。角川秀樹調教師の管理馬、阿部隆騎手はこの札幌クラシックカップは初めての勝利、角川調教師は連覇、そして4勝目ということになります。2着争いはどうやら外ジャティルウィー、佐賀競馬の飛騨真人騎手、後方待機からこの馬を2着まで持ってきました。うち3番の開口、これが体半分差の3着、その後追ってきた6番の北山彦星、打ち粘った11番のコスモタラゴン、さらに9番のダバイエスペランサ、12番マイベネラブルと入選しています。レースタイムは1分14秒2と出ました。上がり3ハロン39秒0。第10回札幌クラシックカップ H3 を制したのは5番のオスカーブレインでした。確定までお待ちください。紋別競馬12レースの到達順位をお知らせいたします。1着5番、2着8番、3着3番。紋別12レースの到達順位は1着5番、2着8番、3着3番です。勝ちタイム1分14秒に上がり3ハロン39秒0でした。確定までお待ちください。
札幌クラシックカップオスカーブレイン号で制しました阿部隆騎手にお話をお伺いします。おめでとうございます。ありがとうございます、順番にお伺いします。スタート素晴らしかったです。素晴らしかったです。もうこの馬の持ち味という感じのスタートだったかと思いますが、そのあたりいかがですか。はい、いつも本当に上手にスタート切ってくれるので、それが今日もすごいいいスタートを切ってくれました。まあ、しかもためが効くような感じの、まあ、逃げ方だったかなというような感じで、非常にいい途中かなり良かったかなというふうに見ていて思ったんですが、そのあたり阿部騎手どうでしたか。ここ2戦がちょっと前半息入るところがなく、最後止まってしまうというレースが続いていたので、そこは、はい、気をつけて乗りました。ちょっと4コーナーね、大変だったと思うんですが、あっちは大丈夫でしたいや、でも僕の、はい、ミスです、はい、ただあれがあってこの着差で勝てたというところは相当力を示したんじゃないかなというふうに思いますが、いかがでしょうか。いや本当に、うん、計り知れない力を見せてくれたと思います。これでもまだこれで出し切ったという感じはありますか。馬が多分寄ってきたらその分こう逃げるというか、また前にっていうところが農研の時にあったので、近くにこう余力がある状態で追いかけられたらもう一伸び全然しそうな、そういう、はい、となると先相当楽しみじゃないかなというふうに思いますが、いかがでしょう。そうですね、あとは僕はちゃんとまっすぐ、はい、走らせられるように、はい、今日かなり気温が暑くてちょっと乗ってる方も大変だったのかなと思いますけれども、ご覧の皆さんもちょっと大変だったと思いますので、ちょっとその辺も踏まえて最後に一言メッセージをお願いしたいと思います、ちょっともう一回いいですか、では最後に一言メッセージをお願いいたします。ちょっと暑い日が続くんで水分をしっかりとって、はい、この夏を乗り切りましょう。阿部隆騎手も水分とってください。はい、阿部隆騎手でした。おめでとうございました。